それでは、組み合わせ爆発処理班出動、決定グラフを用いた組み合わせ最適化問題に対する統一的解法の研究というタイトルで、NTT コミュニケーション科学基礎研究所アクトアイ3期の石畑が発表させていただきます。このプロジェクトで解決したい課題について述べたいと思います。まず、組み合わせ最適化とは、考えられる組み合わせのうち何らかの意味で最も良いものを選ぶ問題です。例えば、考えられる買い物のうち最も満足度が高いものを選ぶ問題や、考えられる経路のうち最も渋滞確率が低いものを選ぶ問題などが含まれます。この組み合わせ最適化問題というのは、現実の様々な問題を含むとても重要な問題です。しかし、この組み合わせ最適化問題を考えるときに、組み合わせ爆発という現象が起こる場合があります。これは考えられる組み合わせの数が指数的に大きくなるということです。例えば、買い物をするときに買い物の候補の商品が N 個あったとき、その買い物かするかしないというのは2の N 乗という通りがあるので、その数というのは指数的に多いです。なので、考えられる組み合わせを一つ一つ試して、最も、満足度が高いものを探すということは不可能です。そのため、組み合わせ最適化問題では、その問題に対して効率的な解法というものが求められます。現在の組み合わせ最適化では、その問題ごとに効率的な解法が設計されます。これはどういうことかというと、問題が、微妙に変わったり、新たな制約が加わると、新たな解法を設計、実装しなければならないということです。これに対して私が目指す未来というのは、組み合わせ最適化に対する統一的な解法が存在する未来です。つまり、問題が変更になったり、問題に新たな制約が追加されたとしても、解法を再設計、再実装する必要がないということです。つまり、より簡単に問題の定式化、求解、そして解を見て定式化を変更するというサイクルが、回せるようになります。これによって、これまで解かれていなかった現実的な問題が、計算機によって効率的に解けるようになると考えられます。このような未来を達成するために、私は決定グラフと基本演算というものに注目しました。決定グラフというのは、指数的に膨大な候補を圧縮表現する索引構造です。そして、その基本演算というのは、決定グラフがあるのであれば効率的に実行できる演算です。つまり、これらがあるのであれば、組み合わせ最適化問題というのは、決定グラフを構築して、基本演算の組み合わせによって目的の問題を解くという方法で統一的に解くことができます。しかし、現在はその決定グラフが、サポートする演算というのがまだ十分ではないため、統一的な解法ということはできません。そのため、本研究では決定グラフの演算を充実させ、この未来に近づけたいというのを目標にしています。このプロジェクトで具体的に私が達成したことは、決定グラフを用いた線形関数最大化の逆演算を開発したということです。線形関数最大化というのは、ある組み合わせ集合のうち、線形関数、つまり重み和を最大にする組み合わせを1つ、もしくは全て発見する問題です。そして、その逆演算というのは、線形関数最大化の結果がある値以上となるような重みを1つ、もしくは全て発見する問題です。で、この演算というのは今まで知られてなかったのですけど、私が新しくこの演算を作ったことによって、決定グラフさえあれば、この線形関数最大化の逆問題というのが効率的に解けます。そして、これを用いて組み合わせ的相関検定が効率的に解けることを示しました。で、この問題を簡単に言うと、構造付き情報が与えられたときに、その情報、データというのが構造に依存しているのか、依存してないのかっていうのを効率的に厳密に検定する手法です。例えば、この日本地図が与えられて、赤い都道府県は人口が増えていて、白い都道府県は人口が減っています。すると、この人口の増加に地域性があるのかというのは、素朴な質問なんですけど、これに統計的に高速に、かつ正確に答える技術ということになります。これを愚直な方法で行うと、実は検定表を作るのに1億年以上かかります。しかし、今回開発した演算を用いると、これを1日で終わらすことができます。さらに、今後の課題なんですけど、さらに、決定グラフの基本演算を豊かにしていきたいです。今回は線形関数を扱いましたが、非線形な関数に挑戦したり、
さらには正確ではなくてもいいので近似計算を行うなども考えていきたいです。さらに、決定グラフを効率的に構成する手法も充実させたいです。一般的に決定グラフを構成する方法というのが存在するのですが、これは非常に遅いです。一方で特化した手法というのは構成が早いのですが、問題ごとに設計実装が必要です。なのでこの両者の良い特性を持った新たな構成手法を今後作っていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。以上9名のプレゼンテーションでございました。